タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。タカチャンネルのタカです。昨日ですね、光る巨人さんとコラボキャスやってたんですけどもね、コラボキャスやる前にですね、一人でキャスをやってたんで、その時に開封しようかなと思ってたものがあったんで、それを開封してツイキャス上で開封しました。それがこちらです。はい、じゃじゃーん。 SH モンスターズゴジラ1954なんです。当時の写真がね、ついたパッケージですごくかっこいいですよね。かっこいい。ゴジラの爪痕みたいなのもここにあったりして、すごいんですよね。迫力が、このパッケージの迫力がね、素晴らしいこのフィギュアということを物語ってますね。もう開封済みなんですけども、ちょっと紹介していきたいと思いますんで、ぜひ最後までお見逃しなくよろしくお願いします。ではカメラを切り替えたいと思います。いきます。せーの。はい、というわけで、こちら SH モンスターズのね、裏面のパッケージ、ゴジラの裏面のパッケージですね。はい、すごくね、かっこいい。いろんなポージングしてますね。蹴ったりするポージングとか、上を向いたりしてるポーズとってますね。はい、尻尾もね、いろいろ稼働させることはできるんですよね。パッケージもね、かっこいいですね。はい、横ではね、ちょっとね、フィギュアの方をね、紹介していきたいと思いますんでね。はい、こちらがね、 SH モンスターズのね、ゴジラ1954ですね。はい、初代ゴジラです、こちら。はい、ドアップでお見せしますとこんな感じで、はい、目の造形もすごくね、リアルにできてますね。怖いですね、見た目が怖い。で、首の可動を見ていきましょうか。こちら首の可動はね、こんな感じでね、上向いたりできますね。はい、下に向けることもできます、こんな感じで。はい、そして腕の可動ですね。腕の可動はこちら、こう下に動かすこともできるし、ここの関節部分、肩の部分も動かせますね。グリグリ動かせますね。でもさほどちょっとここまで、上まで行くとちょっと厳しいかなって、ちょっとギリギリのところですね。ここがこの上に持ち上げるのがギリギリぐらいですね。上にこう行かせるのが。あ、でも、一回転、あ、一回転はできないね。そして、ここの腕の関節。ここ、あ、ここぐりぐり動かせますね。肘の部分は動かせます。はい。あとはこっち、腕の部分。腕もね、ここ、ぐりぐりって感じで。あんまり動かしちゃうと壊れちゃいそうな感じがしますね。足の部分はこんな感じで、しっかりと蹴るポーズが取れますね。ここまで動かせますよ。すごいですね。足の裏にはこちら、東方バンダイですね。B の2016チャイナ、中国製ですね。はい。2016年。ちょうどね、シン・ゴジラが公開された年にこちら発売されたようですね。いや、足の部分がね、すごいね、ここ。ここまで行くんですよ。ここまで。ここまで足を曲げることはできます。これ以上は曲がんないですね、もう。ここだね。ここの部分、わかりにくいけど、ここにもやっぱり関節がね、あってね、曲げる部分がありますね。こうグリッと曲げることができます。尻尾を動かしましょう。はい、尻尾はね、こんな風にまっすぐにもできますし、こうやって曲げていくこともできますね。でもいきなり曲げるとちょっと壊れちゃいそうなんで気をつけた方がいいですね。はい、ゆっくり曲げることがおすすめです。すごいですね、この曲げ具合がね、気持ちいい。動かしてて気持ちいいんですよね。はい、すごくね、気持ちいい。快感になっちゃいます。いいね、これ素晴らしいね。アーツ系のフィギュアはね、これがあるから面白いんですよね。こうやって動かすことができるからね。ちょうどね、ここにね、ひだがないところがあって、ここが回転軸になってるみたいで、ここから先、こっちから先はね、回転しない仕様になってます。ここのね、回転するのはね、ここのね、ひだのない部分から先、こっから先までは回転しますね。こんな感じで、尻尾は下向きになることもできます。ポージングを取らせてみたいと思います。いきます。せーの。はい、というわけでね、こちらがね、ポージングさせたゴジラです。ちょっと忘れた可動域がありまして、可動域、こちらね、口元のね、可動域がすごいんですよ。口元ね、開くことができるんですね、このようにね。はい、すごいです、口の中。モノクロでね、表現されてますね、口の中もね。はい、彩色はモノクロって感じで、す
すごくね、リアリティがありますね。目のところとかね、すごいリアルにね、こんなリアルな感じでね、迫ってきてますよね。迫ってくる感じがしますね。というわけでね、こちらね、すごいね、迫力がありますね。口が開くとね、より迫力が増しますね。いやー、いいね、面白い。いろんなキャラクターと対決させます。いきます、せーの、はい。というわけでこちらが、はい、旧1号ライダー対初代ゴジラの対決ですね。はい、これは見ものですよ。すごいね、目線がね、しっかりと定まってますね。上空から見下ろすとこんな感じで、ゴジラもね、しっかりとね、見据えてますね。仮面ライダーの胸の部分を見下ろしてますね。等身大のゴジラ対仮面ライダー。実際はね、こんなね、ゴジラ、実際のゴジラはね、もうすごい50メートルとかあるんですけどね。それが等身大サイズでね、仮面ライダーと対決ですからね。仮面ライダー915の構え方が独特なんですよね。915の構え方ね。このポーズはね、915ならではのポーズでね、光る巨人さんとの話の中でね、アルティメットストラクチャーを使って、ゴジラに何か持たせたりするといいかもしれないって言われたんで、ですがちょっとね、今それ持ってないんで、ジオラマを組みたいですね。これやっぱジオラマで対決させるのが一番いいかな。ちょっとジオラマに移動させてみますね。いきます、せーの、はい。このようにね、今ね、仮面ライダーがね、応戦しました。はい、仮面ライダーがね、今キックをしましたね。はい、すごい映像です。こちらチョップも繰り出そうとしてますね。はい、仮面ライダーとね、ゴジラが戦っております。キックがね、思いっきり入ってますね。ゴジラの足の付け根の部分に入ってますね。いいですね、これは。いい、ゴジラはね、割と小さめなんですよね。はい、モンスターアーツ、こちらのゴジラのモンスターアーツはね、小さめなんですよね。仮面ライダーと同等ぐらい、もしくはちょっと大きい、一回り大きいぐらいの大きさですね。はい、仮面ライダー対ゴジラ、いいですね。最後にね、ちょっとね、ちょっといろんなフィギュアーツとね、絡ませてみたいと思います。いきます、せーの、はい。こちらがね、ついに出ました。今持ってるフィギュアーツの大半を使って再現してみました。こちらがね、対決シーンですね。3対1ですね、これは。この構図はすごいですね。仮面ライダーアマゾンアルファがね、ちょっと止めてますね。なだめてますね。ニューオメガはゴジラを切り殺そうとしてるんですかね。怖いですね、これは。ちょっと怖いですね、これは。やばいシーンですね、これは。ちょっとアマゾン勢、ちょっとやばいですね。アマゾン勢加わったことによって、よりね、緊迫感が増しましたね。はい。いやー、素晴らしいね。面白いね。こうやってやるとね、いろんな遊び方ができますよね。はい、面白いです。はい、というわけで次回もまた見てくださいね。チャオ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タクチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。